はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。提督と決断法バープギット、大日本帝国海軍でのプレー続きをやっていきましょう。で、前回はですね、レイテ沖に侵攻をかけた第1第2艦隊の戦いの様子をお届けしたんですが、まあ、敵艦隊はいなかったためにですね、敵の飛行場戦艦部隊による艦砲射撃で制圧したというところでした。で、今回はラバウル近海へと進出をかけていきます。で、ここにはですね、当初予定では第3艦隊、第4艦隊に加えて第12艦隊も投入する予定だったんですが、まあ、残念ながらですね、第12艦隊を動かすための石油がなくて、このラバウルに到着できたのは真珠湾攻撃作戦に参加した第3艦隊と第4艦隊の2個艦隊のみという状況です。まあ、本来はですね、まあ、レイテ沖海戦、レイテ、沖侵攻でも同じだったと思うんですけども、3個艦隊、1つの海戦に3個艦隊まで投入できるので、3個艦隊を投入して、まあ、敵艦隊あるいは敵戦力を圧倒して勝つっていうのがね、最も損傷が少なくていいと思うんですけど、まあ、先ほどお話した事情により、今回第3、第4、2艦隊のみの投入になります。では早速作戦を見ていきましょう。で、ラバウルなんですが、前回冒頭お話したようにスパイレベルがゼロ、まあ、スパイが未潜入ですねという状況につき、敵の艦隊の存在有無、あとは敵の飛行場の場所、あとは敵の航空戦力の配備状況が全く不明です。なのでかなりの不安があるんですが、まあ、不安ばっかり言っててもしょうがないので、まあ、索敵をしつつですね、速やかに敵艦隊を遭遇した場合にはまず敵艦隊の撃破で、敵艦隊が発見できない場合は敵飛行場の制圧を目標に据えていきましょう。ちょっと今夜間ということもあって、どこに何がいるか全くわからない状況になってますが、夜間じゃない、雨という状況もあって、雨が止み次第ですね、早急に飛行機を飛ばしていきたいところなんですけどね。天候状況が全くわからない状況になってるな。索敵機も飛ばせないですからね。ちょっと雨が止むまで一時ここで艦隊を止めましょう。いや、艦隊はちょっと下の島にたどり着けない可能性があるので、艦隊は艦隊で移動させておきましょうか。東へと進路を取りましょう。これが基地と出るとは限らないですけどね。やっぱりここに戦艦部隊、少なくとも重巡洋艦クラスがいないと、敵の飛行場をこう圧倒するだけの艦砲射撃の火力がないからな。この2つの戦艦だけはちょっと島へと近づけましょうか。
ちょっと第4艦隊の方の艦列が乱れてしまっているのは戦艦を離脱させるためですね。雨が全く止む気配がないな。敵の艦隊に遭遇した時に戦艦をね、離脱させたことによって空母の守りが手薄になるっていう怖さも出てきましたけどね。この辺りに飛行場があると戦艦で叩けていいんですか？おっと、ここでついに夜じゃない、雨が止んだな。雨が止んだので先制攻撃ができるように空母で敵の飛行場あるいは艦隊の位置を探っていきましょう。先にね、発見されるのだけは避けたいですからね。ん？敵飛行場発見の報告が来た。よし、ここだな。敵の直縁も出てるな。よし、じゃあ早速先制攻撃を仕掛けていきましょう。で、戦艦部隊も急いで差し向けます。で、こちらの艦隊は危険なので一旦退避をさせていきましょう、というか移動させていきましょう。よし、味方の航空隊も発艦したぞ。おお、攻撃隊が出てるね。頼もしい。で、それに合わせて戦艦部隊も突入してきたので、なんか理想的な展開にはなってきてるな。よし、第4艦隊からも航空隊が出てきたので、これは先制攻撃の典型的ないいパターンなんじゃないか。いやー、すごい理想的な展開すぎる。敵航空機に発見されたとはいえ、こっちの方が先に飛行場を潰せるだろう。これだったら。いやー、こんだけ先制攻撃が決まると気持ちいいな。敵飛行場から航空機が出てくる前に敵の飛行場を破壊できた。で、もう1個の航空基地がここですね。2個しかないのは確認済みですので、じゃあここからまた動かしていきましょう、艦隊を。
あとは敵の戦艦というか水上部隊がいるかどうかですね。ちょっとその索敵だけはしっかりしときましょう。なんか敵の敵の航空機に発見されたか。ああ、爆撃機が出てきてるね。さあ、夜になったので、夜のこのうちに急いで近づきましょう。ただ1つ目の飛行場はほぼ損害ゼロに近い理想的な形で、制圧できたんで、しかももう日没になろうかというところなので、敵の飛行場の位置も発見済みですからね。夜明けと同時に攻撃隊を送っていくっていうのが理想だな。で、戦艦部隊はそれ以前に近づけておくと。完璧だな。今回やっぱり先制攻撃の重要性を実感する戦いになりましたね。で、ラバウルを攻略できれば、小笠原沖からラバウルまでの防衛ラインが、まあ、構築完了というかね、一応制圧完了になるので、この後、マラッカを攻めて、ハワイ攻略のための準備をしていける環境が、まあ、整うかなというところにはなってきますね。敵の艦隊に遭遇していないのは敵の艦隊がいないからなのか、いるけどただ単に遭遇してないだけなのかっていうところがちょっと不気味なところではありますけどね。できればこの戦艦部隊で敵のもう一つの飛行場に夜のうちに艦砲射撃を加えられるとすごく楽な戦いになるんで、できればそういう形にしたいんですけどね。敵の飛行場はここです。こちらは敵の飛行場の位置を把握してますけど、敵はね、こちらは移動してるので正確な場所はおそらく把握できないはずなので、また先制攻撃が仕掛けられるはずなんですよね。
さあ、ではライトを照射して、艦砲射撃の射程範囲に敵の飛行場が入ってきたら、直ちに攻撃隊を送っていきましょう。夜明けまであと5時間というところなので、戦艦までこの敵の航空基地に戦艦がたどり着ければ、先に艦砲射撃で先制攻撃を加えられて、かつ後からやってくる空母部隊で空撃を加えるというのが一番理想的な展開になるな。夜明けと同時に航空機を発艦させれば、また割と早い段階でキリがつけられそうですね。あとは敵の艦隊が出てこないことを祈るだけだ。さあ、そろそろ艦砲射撃の射程圏内に入ってくるはず。そうですね、入ってきましたね。艦砲射撃が始まったぞ。3時間まだあるので、3時間の間にね、むしろ航空機を出すまでもなく叩けるんじゃないかとすら思えるけど。まあ、もうここは直付けにしちゃいましょう。戦艦を敵の航空基地の真横につけて、艦砲射撃の連射を浴びせましょう。で、夜明けまでがあと2時間半。夜明けと同時に航空機を出したいので、そうなると本当に夜明けのタイミングをね、きっちり見極めて攻撃隊を発艦させていかなきゃいけないですね。もうちょっと照準合わせとこう、空母に。さあ、夜明けまであと1時間半を切ってきましたね。戦艦が、まあ、2隻いるだけでもだいぶ夜の削りが違うので、まあ、空母だけの艦隊っていうよりかは、できれば空母の中に戦艦を2隻ぐらい配備できれば理想的な戦いができそうですよね。夜は空母使えないので、戦艦による艦砲射撃で、昼は戦艦の硬さを生かして、まあ、敵の、ね、攻撃を、まあ、一身に受け止めてもらいながら、空母による空撃で敵艦隊あるいは敵の航空基地を叩く。この基地の硬さであったとしても、空母からの飛行機の攻撃の前にみるみる削られていくのはありましたからね。さあ、じゃあ夜が明けますので、攻撃隊を送ります。早速送りましたんでね。まあ、止まってると危険なので、低速でもいいんで動かしてはいきましょう。
さあ、敵の爆撃機がこちらの戦艦に向かってきてるんで、ここはうまくかわしてほしいな。よし、かわしてるね。で、こちらの攻撃機が敵の航空基地に空爆を行うという理想的な展開だな。敵の護衛機も出てきてますが、みる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 削られていく。いやー、これは気持ちいいですね。よし、ラバル近海の海戦も勝利しましたね。これで敵の艦隊がいなかったわけなんですが、どこに敵の艦隊が集結してるのか、ちょっと怖さもありますが、ご覧の通り、味方の損害は、戦艦比叡が勝破した以外は、ほぼ無傷と言っていいでしょう。はい。というわけで、ラバウルも制圧に成功しましたというところになります。で、ついでに敵連合艦隊、ドイツ領に侵攻したものの、ドイツが防衛に成功したようですね。味方3個艦隊、敵3個艦隊投入してますけどね。敵は空母、正規空母ビクトリアスが大破してるな。というところになりますね。マラッカに侵入させていた諜報員が逮捕か。ハワイはただ新たな情報の入手に成功したという状況ですね。で、ドイツ第三帝国が石油5000か。これは本当に助かりますね。石油がなくて艦隊が動かせない状況だったので。はい。というわけで次回はですね、マラッカあたりに進行をかけていきたいなというふうに思っていますが、今回は一旦ここで終わりにしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。